はい、こんにちは、ピクチャレスクです。ご覧いただきましてどうもありがとうございます。よろしくお願いします。はい、ここはですね、5回のシリーズにわたって5回にわたりましてですね、シリーズでとレンタルジュエリーのですね、本物志向のレンタルジュエリーというタイトルがあるんですけど、こちらのご紹介を、内容とか特徴をね、お伝えしていくコーナーというか、そういうのを5回連続でアップしまして、今回が最後になりますね。5回目になります。で、最後はですね、どんなところからお伝えしようかなっていうと、ダイヤモンドについての私のお取り扱いさせていただく、そのなんか主義みたいな感じですね、そういうのをお伝えしたいと思いますね。よろしくお願いします。レンタルジュエリーのイメージってダイヤモンドばかりかと思うと思うんですけどね、私の場合その逆でですね、割とカラーのものが、まあこれもともと自分の好みからスタートしてるんですけれども、やっぱりね、カラーがあった方がお洋服のコーデはしやすいというふうに考えていることと、あとなんか色がついた方がやっぱり単純に本当に賑やかで楽しいなっていうところから、自分の好みからスタートしてのカラフルなものっていう感じで、マルチカラーを中心にしたカラーストーンですね、こういうのを中心にやってきたんですけれども、やっぱりお客様の声とかそういうのを聞きながらですね、やっぱりね、ダイヤモンドの人気が高い、希少価値があるから、やっぱりお得感があるということで、ダイヤモンドもかなり混ぜてきたんですね。で、そうしているうちに、私のもともとのその考え方のダイヤモンドをそんなに、もともとそんなに重視してなかったんですけど、自分で集めている時代はですね、なんだけど、やっぱりこのレンタルジュエリーをやるにあたってはですね、まあ私なんかよりお客様の方がはるかにお目が高いというか、なんかそういう感じを受けましたね。なので、それをきっかけにダイヤモンドにもすごく目を向けるようになって、だったらまあダイヤモンドなんだよっていうところで、そこだけを行かずに、やっぱり私らしい感じの取り扱い方していったらどうかなということで、そこをちょっと今回ね、ダイヤモンドのに石を絞ってるんですけど、その中でちょっとご紹介したいと思いますね。まずね、前のとこからの引き続きみたいになるんですけど、やっぱりね、大ぶりなものがいいんですよね。で、ダイヤモンドで大ぶりなんていうと、大粒っていうのはもうね、博物館さながらのものになってしまって、入手なんてできないんですよね。で、その代わりに装飾が、面積が広く装飾がしてあるっていうところを、壁ダイヤとかね、そういうのでたくさん探していっているんですよね。なのでね、面積が広くなるということ、そうするとカラットっていう、カラットの換算の仕方っていうのが重さなので、面積が大きく使われていれば合計でいくんですよね。そうすると粒一つ一つはちっちゃくても、全体が集まれば、たくさんダイヤモンドがあればあるほど、どれだけ使われているかっていう考え方に置き換えてもいいと思うんですよね。なので、そういうものをに注目するようにしていますね。例えば、そうですね、なんかちょんと一粒のダイヤモンドでカラッとが結構あるものよりは、たくさん細かいのが集まっての、2カラットなら2カラットっていう感じの方が素敵な場合もあるかなと思うので、まあ、それはそれで一粒の価値っていうのは高いとは思うんですけれども、それもなかなかね、難しいものであるし、ちょっとシンプルすぎたりするんですよね。一粒のものだとね、自分にご褒美とか言って一粒ダイヤをね、購入するっていう、なんかね、そういうのが流行った時代があったみたいなんですけど、なんかね、そういうのでね、結構ね、持ってる人多いかなと思うので、やっぱりレンタルならではとしてはですね、自分で持っていないようなものがあった方が意味があるかなと思いますのでね、なんかそういうわけで、面積を広く使ったところに注目するのがダイヤモンドでは結構必須と自分はしていますね。で、セットと単品とあるんですけど、ダイヤモンドでももう5カラット、3カラット以上かな、5カラット、10カラットは当然なんですけど、3カラット以上になるともう単品の部類に入って、価値がちょっと他の色のついたストーンよりはかなり高まるなっていうところで、そういうところでは一般的な感じのね、考え方からしてですね、単品にしてちょっとレベルが高いものとしてアップさせていただいています。で、ゆくゆくはこれ最近の私が思い浮かべているちょっと夢みたいなものなんですけど、単品はしばらくやっていくんですけれども、単品も結構集まってきたら、それはそれでセットにして、今度レベルアップした
ものの、なんていうのかな、あの分野みたいな感じで、それもセットにしてしまっても面白いかなと思っているので、ダイヤモンドの高級なやつのセットっていうのも作っても将来はねいいかなと思いますね。まあそこまでそういう風になれるまで頑張りたいと思っていますし、なんかねそういう風に発展していけたらと思います。面白いですよね、変化していく方がですね。なんかあの相変わらずっていうのもいいんですけれども、そういう風にちょっと変わっていくのも面白いかなと思って、そんなこと考えています。それでね、前回のこれの一つ前の時とちょっと本当これつながっちゃってるので、全部ね分けて5つに分けてあるとはいえども結構つながりがある部分が多いんですけど、ダイヤモンドっていかにもなんか主役みたいな感じでね、トップの女王様みたいな座があるような感じにも見えるんですけど、私としてはですね、あのちょっと言い方があの悪いかもしれないんですけどもね、なんかあのバラに霞草があるのがすごくバラが映えますよね。あれと一緒でカラーストーンが映えるのってダイヤモンドのおかげっていうことがあるんですね。でそれは何と比べるっていうと、いきなり結構その高級なルビーやサファイアでもぎっしりね並びすぎてしまうと濃い色になりすぎてね、なんかねあんまかっこよくないんですよ。やっぱりその間にダイヤモンドがちょこちょこ入ることによってすごくかっこよく見える、なんかぼやっと柔らかい優しい感じにしてくれるっていうのはその透明の石の良さだと思うんです。おまけにそのダイヤモンド の光り方がすごく複雑でいい雰囲気、ミステリアスな雰囲気があるので、脇役といえども結構活躍してくれる脇役になることもあるっていうんですね。はい、なのでね、ダイヤモンド必ずしもダイヤモンドアイテム用としてのダイヤモンドっていうのももちろんあるんですけれども、ところどころにカラーストーンの中に出てくるダイヤモンドの出し方がすごくいい感じにされているものとか、そういうところにも注目してもらうと、あ、結構ダイヤモンド登場してきてるなっていうのがわかると思いますので、カラーストーンもねただのカラーストーンだけじゃなかったりするんですよね。縁をダイヤモンドで囲まれていたり間に入っていたりして、なんかそういうことの役割ですごくあのいい風に引き立ててくれるっていうのは素晴らしいあの活躍をしてくれてると思いますので、まあ、そんな風にあの扱っていきたいと思います。それで最後になんですけど、ダイヤモンドはよくカラットであの測られることもあるんですけれども、必ずしも、まあ私もねその一般的な感じではカラットを基準にして、さっきみたいに単品にするには何カラット以上とか、その辺はちょっと大雑把にはやらないと、それはやっぱりちょっといけないなっていうところはそう判断してるんですけど、基本的にはあまりですねカラットが結構高いからといっていいものっていう判断はあまりしなくて、なんかあの1カラット2カラットでもね結構すごく装飾が綺麗だったり、あの大ぶりなものってあって、それで十分素敵なんですよね。そこがまたそこのパワーの、そのストーンのパワーの凄さだと思うんですけども、そういうところを重視してるので、カラットはね二の次みたいな感じですかね。まあ、やっぱりあのおしゃれかどうか、かっこよく身につけられてることができるのかどうかということを一番重視しているっていうことなので、そういう感じでダイヤモンドも見ていますので、それはもともと私がそんなにダイヤモンドってそのあんまり好みじゃなかったという過去があるからこそのちょっと冷静というか、あのその言葉だけであんまりあの惑わされずにですね、ちゃんとかっこよく見えてるのかっていうのを割と冷静に判断できるのは、やっぱカラーストーンの方が本当は好きだからなんですよねっていうのをちょっとここでねお伝えしておきたいと思います。でも取り入れてもいきたいと思います。やっぱりそのニーズはあると思うのでという感じですよね。はい、ということでこのシリーズで5回にわたりまして5回目になりましたけども、あのこれでちょっといろいろ立ち寄ってみてもらえたらと思いますし、こんなことをやってるのだということでも分かっていただければと思いました。どうもありがとうございました。